は二人の主人公のクランクアップだ。成功の日はもう近いよ。クランクアップってなんだ。おお、物知りだな。ここは銃を持った二人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多い。みんな練習の通りに演じてくれ。それじゃあ行くよ。3、2、1、9。今日は美しい夜だと思わないか。10年前のあの夜のことを思い出す。ハーブティーの香りまで漂ってくるかのようだ。黙りなさい、お母様を殺した悪党め。愛しいアイリスよ、私に向かってなんだその口の利き方は。私はお前の父親なのだぞ。たとえこの牙が一つ残らず抜かれたとしても、その二文字を私が口にすることは期待しない方がいい。我が娘たちよ、そうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだ。この社会では金と地位があれば絶対的な力を手にできる。あの女は娘を口実に私をゆすれると思ってたのだろう。やれやれ、全く考えが甘すぎる。お母様はお前に何も要求したことはない。ただ私たちに他の人たちと同じように平穏な一生を送ってほしいと願っただけ。お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。その毒薬に比べればお前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。だからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。そんな2つの銃で勝てるとでも思ったのか。ならば金や地位とお前たちが持つ銃、どちらが強いのか試してみようではないか。物どもかかる。雪よ舞、姉さん数が多すぎるわ。大丈夫だアイリス、互いに助け合えば。お母様もきっと私たちを守ってくれる。裁きの雷。お前の負けだ。お前らごとき小娘に。私たちはお前の娘じゃないし、あの場所も私たちの家じゃない。教えてくれ、何のためにこんなことをする。母親を失い父親を殺し、罪名以外に何が残るというのだ。それは正義だ。終わったな。ようやく終わったのね。姉さんはこれからどこに向かうの。わからないよアイリス。花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。昔お母様がよく言っていたように。お前はまずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。あ、悪くない考えだ。姉さん見て。どうした。お母様の大好きだったレインボーローズが咲いたわ。素晴らしい、素晴らしすぎる。撮影がこんなにも順調に進んで
トントン拍子に取り終えるなんて思いもしなかったよ。さあ、二人の主人公の撮影はこれにてクランクアップだ。あやか、シュブレンズ、お疲れ様だぜ。ありがとうございます。私とシュブルーズのシーンがこんなにも早く撮り終わるとは思いませんでした。少々名残惜しい気もしますね。わかるぞ。あと少しでカチンコが叩けなくなるなんて残念だ。永遠を撮るのってすごく楽しいもんな。シュブルーズも良かったぞ。あの、それは正義だ。テセリーム、オイラしびれちゃったぜ。ああ、あれは私も小説の中で一番好きなセリフだ。以前読んだ時、よく自分の部屋で真似をしていた。シュブルーズにもそんな一面があるんだな。意外だぞ。悪人は裁かれ、正義は悪に勝つ。こういう結末を好まない者はいないだろう。忘れないでくれ。私はフォンテール特巡隊の隊長だということをな。失礼します、会長。急ぎ報告することが。すまないみんな、私は先に失礼する。うん、こっちのことは気にせず行ってこい。もう呼ばれて行ってしまったのかい。もっと称賛したかったのに。きっと緊急の公務が入ったのでしょう。そうか、なら今日中に君たちのシーンを撮れてよかったよ。撮影スケジュールを調整するのは大変だからね。そうだ、今日はもう解散して構わないよ。早く帰ってゆっくり休むといい。それから彩香、君の演技は相変わらず素晴らしかった。本当にプロの女優になるつもりはないのかい。ちょうど優秀な劇団がヒロインを募集してたよ。フリーな監督に認めていただき大変光栄ではあるのですが、稲妻のシャブ業にはまだまだやるべきことが多くあります。ですからフォンテーヌに長期間滞在して女優業に携わるというのは難しいのです。こたびの協力の経験を宝物として大事に心に留めておきます。そうか、残念だ。もし考えが変わったらいつでも僕のところに来てくれていいからね。では私もそろそろおいとまいたします。私の出演シーンは撮り終わりましたが、もうしばらくは現場でいろいろとお手伝いをいたしますので、旅人さん、パイモンさん、また明日お会いしましょう。シュブルーズと一緒に調査するのか。旅人、パイモン、一緒に来てくれ。お、どこにだよ。私たちの船がついに孤島にぶつかったようだ。的な証拠ではないが、重要な進展があった。お前たちはエミリエという名を聞いたことはあるか。ああ、あの有名な調香師だろ。
彼女とは交友があってな。たまに難解な事件の捜査に力を貸してもらってるんだ。少し前に事件現場に残されていたレインボーローズを彼女に送ってみた。彼女は毎日花の相手をしてるからな。で、どうだったの？花には何も痕跡は残されておらず、そこに付着していた土にも特に変わった点はなかった。しかしエミリーは犯行現場に残されていたレインボーローズがかなり希少な品種だということに気づいた。レインボーローズにも品種があるのか？フォンテーヌの野外だったらそこかしこに咲いてるだろう。どんな花であっても人工的に栽培したものと自然環境で育ったものとでは多少の違いが生まれる。私たちも事件現場にあったものは人工栽培された品種だと前から気づいていた。だがプロであるエミリエはその専門知識を生かしてさらに範囲を絞り込んでくれたんだ。おお、つまり誰の家でこの品種が育てられてるのか分かればそいつが犯人の可能性が高いってことだな。そうだ。そして購入記録を見比べた結果、この品種のレインボーローズを栽培しているものはフォンテーヌにただ一人だということを突き止めた。本当か？誰なんだ？例の著者だよ。え？でも前は。今も私の考えは同じだ。彼が人を殺めたとは思えない。しかしそれは犯人が彼の家に行っていないことや彼が自分の育てたローズを犯人に売っていないことを意味するものではない。いずれにせよ尋問は避けられないだろう。じゃあオイラたちがこれから向かう場所は著者の自宅だ。あの家がそうだ。家の周りが警備ロボだらけだぞ。普通の人の家ってこうじゃないよな。前回彼と会った時に聞いた話によると、これは邪魔されたくないからだそうだ。庭にたくさん花が植えてあるな。こいつらを避けて積むとなるとさすがに難しいんじゃないか。故に彼と犯人の関係は単純なものではないと私は見ている。ドアをノックするか。念のため一部の警備ロボを処理してからにしよう。でもこんな遠くからどうやって処理するんだよ。忘れたのかパイモン。私は孫うことなき重視だってことをな。
片付いたな。行くぞ。ちょっと思った。前の中に犯人がいると思ったら、なんだか緊張してきたぞ。この後どうしたらいいんだ。もう一度教えてくれ。私が先にドアをノックし、室内の安全を確認する。ついでにいくつか質問のため警察隊への同行に応じてもらえないか尋ねるつもりだ。この場ですぐに捕まえられないのか。私たちはまだ彼が犯人である、またはその協力者であるという十分な証拠をつかんでいない。ただ私がドアをノックして対応してる間、お前たちにはこの家のレインボーローズを一輪取ってきてほしい。それを持ち帰り、マレショーセファントムで証拠と比較できるようにな。任せろ。シブルーズも気をつけろよな。バティストさん、いるだろうか。こんな遅くに。ああ、シュブルーズさんか。バティストさん、これから私と共に署まで同行願えないだろうか。事件について少し聞きたいことがある。やはり例の銃殺事件のことですかね。今は言えない。じゃあ間違いありませんね。バティストさん、返答を聞かせてもらえるか。ああ、シュブルーズさん、少し手間を省きましょう。それからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要です。それらの花のつぼみはまだ開花の時を迎えていない。その手間を省くとは。僕が殺しました。自白したぞ。そう緊張なさらないでください。武器なんて持っていません。銃は裏庭に。バティストさん、私には伝える義務がある。今話している一言一句は全て法廷での重要な証拠となる。もちろん分かっています。こういう感じはあまり好きではないな。僕が罪を認めたから、それとも自分が間違えていたからですか。どちらもだ。僕が小説で書いた理由と同じ敵討ちのためですよ。あなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っています。でなきゃとっくに警察隊に連行されていたでしょうからね。でも僕は永遠に彼の顔を忘れない。母を殺したのですから。あなたの母上は今も健在のはずだ。僕が養子だったことは知っているでしょう。僕が言っているのは生みの母のことですよ。それは孤児院の記録には書かれていなかったわ。母が目の前で死んだのだから、6歳の子供が嘘で自分を守る術を覚えるのも無理はないでしょう。じゃあ小説に書かれてたことって全部本当のことなのか。いいえ、それは違いますよ。小説は芸術的な加工がされていますから。でも僕が裕福な人間の私生児でそいつが僕の母を殺したというのは真実です。だがバティストさんが殺した相手は貧民だったはずだ。彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたけだものですよ。もし本当にそうなら、私たちにそれを教えるべきではなかったのではないか。真の黒幕をまだ始末していないのだろう。まさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるなんて。
私は一連の動機について疑いを持ってる。簡単です。疲れたんですよ。全てを背負うのが嫌になったんです。あなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう。実際その通りでしたよ。撃った後の苦しみは計り知れないものでしたから。このまま敵討ちを諦めるつもりなのか。あの男が持つ権力と金は強大です。僕一人では成し遂げられないことなどとうに分かっていました。だから何だという。お前の本にはそうは書かれていなかったぞ。僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのに、まるでこのまま犯罪に手を染めるようあなたはそそのかしているかのようだ。警察隊員さん、その金持ちの男の名は。これまでの証言が真実だと証明する方法はあるのか。あなたと二人で話がしたい。ならば署に行って話そう。いえ、他の人に聞かれない場所はここしかありませんから。分かった、話してくれ。僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよ。あなたにしか話しません。ああ、頼む頼む。さあ話してくれ。本当に僕のことを信じるんですか。話を聞いてからでないと判断はできない。わかりました。ではよく聞いてください。全てがつながったな。僕のことを信じてくれたようですね。事件の真相を公にしてほしいのか。いえ、そうではありません。少なくとも今じゃない。ならばどうして私に教えたのだ。僕の小説を読んだあなたはどう思いますか。仮に今この情報を新聞社に流しても当事者を否認するだけでしょうね。時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても今では深い海の底に沈んでしまっています。正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。試しもせずにどうして断言できる。あなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。でも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか。かけてもいい。きっとやつはメロピデ要塞でも快適に暮らせます。何が言いたい。僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる重視はとてもかっこよかった。悪人に対して正義の引き金を引く、それこそ彼に下されるべき審判だと思いませんか。お前の敵討ちを成就させるため今すぐ解放してほしいと。いえ、シュブルースさん、それが不可能なことは分かっています。僕の代わりにあなたに敵を討ってほしいんです。パイモン、待たせたな。シャブルーズ、話はどうなったんだ。バティストさんを署まで護送し、尋問を受けさせるよう手配した。裏庭には彼の言っていた通り、
犯行に使われた銃が隠されていた。じゃあ黒幕の名前は？ちゃんと話してくれたさ。だが今は特巡隊に戻っていろいろとすべきことがある。これから数日は事件のことで忙しくなるから撮影現場には顔を出せないだろう。そっか、きっと話しづらいことなんだよな。なら、スチームバード新聞をチェックするようにしとくぜ。実は、二人にもう一つ頼みたいことがある。